はい、こんにちは、みぼうずです。前回はね、こちらの RRXSTI 使用しましたけど、まあ時期型がね発表されてね、まあ今かとね待ってる方も大勢いらっしゃるんじゃないでしょうか。今回ですけど、まあどういう車にしようかなと。まあずっとね国産が続いてたんでね、そろそろね海外の車でもいいんじゃないのかなと思ってます。それでは本日もよろしくお願いします。はい、今回はねこちらの E46 型のね M3 にしたいと思います。個人的にはね結構好きな車なんですよね。 NA 直6が乗ってるね現状最後のね M3 ですよね。これ以降次のね9092型はね V8 になってしまったし、まあそれ以降のやつはね直6には戻っていてもターボだったりとかしてね NA ではないんですよね。なのでね個人的にはねこのモデル結構特別で好きなんですよね。でやっぱノーマルから比べてねフェンダーが張り出してますね。オーバーフェンダー化がされてる感じです。まあ外観上の違いで言うと、それ以外ではねなんか違うとこあっかなっつぐらいのね差でしかない。まあ大きく違ってたこのエンブレム、 M3 って書いてあるエンブレムですかね。はい、じゃあ中行ってみましょう。はい、もうすげーシンプルですよね。この BM の内装ってねほんとシンプルにできてるんですよね。そう、ゴテゴテ感がないって感じで、でメーターもねシンプルです。でこちらはねシフトはマニュアルミッションとオートマチックミッション2つありますね。オートマチックに至ってはね、こちらはね SMG2 っていうミッションが乗っかっていて、まあシングルクラッチで やるって感じですかね。だから DCT はね2枚のクラッチですけど、こちらはシングルクラッチってことでね変速スピードはそこまで速くないみたいです。まあ十分スムーズですけどね、トルコに比べたら。まあだけどねトラブルもやたら多いみたいで、クラッチのね減りが早かったりとかして、まあ交換ってなったらね100万ぐらいかかるそうです。だからね意外と SMG はね敬遠されてる節がありますね。はい、じゃあねこちらの車いじくっていきましょう。はい、まずはねボディキットあるかどうかですね。あります。2種類、ストリートファイター LA ワイドボディキット。そうですね、フェンダーがリペット止めだけどオーバーフェンダーになってるぐらいでね、純正デザインを生かした感じでアーチ部分が延長されてるかなっていうワイドボディキットですね。だから純正ラインをそこまで崩してないっていう点ではいいかなって感じです。はい、でもう一つですね。はい、これはね AIM9GT ワイドボディキット、すごいですね。とりあえずカナードつけて思いっきり張り出させてますね。後ろもそんな感じですけど個人的にはこれはやりすぎです。趣味じゃないですね、完璧に。いろいろね空力的にも考えられてるんでしょうね。ダウンフォース強そうですもんね、フロント周りこれだと。ただねこのフェンダーの前後のねこれは空力的に意味あるのかなっては思いますけどね。まああるんでしょう、多分風洞とかもやってるんでしょうからね。はい、まあワイドボディ使わないですねノーマルのスタイルのままいきましょう。はい、エアロですけどねフロント一応ねありますね。あーこれはね M3GTR っていうのがあるんですけどね、それと同じデザインだと思います。こちらは一応ノーマルのままカナードとスプリッターつけてる感じですね。でリア、これもなんかでもこれ GTR のリアウィングじゃないと思うんですけどね。これはなんか変わってんのかな、一応。まあ一応なんか変わってます。これはでかいの俺は好きじゃないですね、相変わらず。
まあこれもノーマルでいいでしょう。でリア、多分これも GTR のやつですよね、多分これは。まあこれもノーマルでいいでしょう。ってことでもうほとんどノーマルですね。はい、エンジン吸気の方、あんまり大きな違いはない。ちょっと吸気音はでかくなる。こんな感じかな。で、排気。この音か。この音か。ちなみにね、スポーツ仕様とレース仕様はね、同じですね。まあ一応変えときましょう。はい、ってことでね、色はね黒にしてみました。でもね、真っ黒ってほどでもなく、まあ若干気づかないぐらい明るくなってます。はい、じゃあもうほとんどね、まあ黒は黒ですけどねって感じです。それではね、こちらの車行ってきましょう。こちらのね E46 型 M3 なんですけど、1999年にねフランクフルトモーターショーで初お披露目って感じだったみたいですね。でデリバリーの方はね2000年から始まったみたいですね。でヨーロッパではねオープンタイプも一応あったみたいですね、カブリオレので。エンジンの方はねシルキー6って言われるね 3.2 リッター直6のね6連スロットルのエンジンが積まれてます。でこのエンジンはね E30 型に積まれていたエンジンのね正常進化版として、まあパワートルクともに向上してる感じですね。で他にはね6速マニュアルのラインナップと、あとさっきもねちらっと言った SMG2、 こちらが搭載されてますね。で SMG これはね、まあ一応その F1 を当時 BMW がやってたんでね、 F1 の技術が使われた、まあ、画期的な、まあ、ミッションシステムだったんですけど、オートマチックの。まあでもね初代 SMG はね故障が頻発で、 SMG2 になって大幅に改良されたんですけど、まあそれでもねやっぱ故障は起きてしまうってことでね、現在でも SMG2 のね搭載の車は安くなっておりますね。これはね俺も車屋さんに聞いたんですけど、やっぱねいい E46買うんだったら間違いなくマニュアル買っとけって言われましたね。間違いなく SMG2 はねいろいろトラブルが出るぞと言われてますね。でねその車屋さんにはねまた別のことを言われたんですけど、まあ M3 はやっぱ買うなら覚悟はしとけって言われましたね。なぜなら BM がねその当時の最先端技術をつぎ込むので、早なしその信頼性がまだない技術がほとんどだらしいんですよ。なのでまあ絶対トラブルは出るよねとは言ってましたね。でその車屋さん曰く46は面白いよって言ってました。 E30 も面白いよって言ってました。で36はやめとけって言ってたんですよね。で36がダメな理由にね、まあボディ剛性を上げていたんですよね。そう、30はねもうボディがいい感じでね剛性高くてねいろいろ面白かったって言ってて、36はそれに比べたらねふにゃふにゃだったななんて言ってて、でその反省を生かした46っていうのがねこれまたねいい感じのボディに仕上がっててね、すげえ面白いよと言ってましたね。まあ本当にね俺が実際乗り分けたわけじゃないんでね、同じ感想は出てくるかどうかわかんないんですけどね、個人的にはね36もねまあ安いんでね M3 の中ではそういいかなと思うんですけどね。それにねやっぱりあのちょっとね角張ったねシルエットがやっぱ好きは好きなんでね。でまあ感じのねこのゲーム内での扱う感じで言うとねやっぱりいい感じです。でエンジンもね他の車にねスワップされるような、まあ、3.2 リッター直6このエンジンもだから優秀ですよね。はい、でまあこの FR でねそのハイパワーエンジンとなったらやっぱりドリフト性能、こちらの方もね気になるところですよね。はい、じゃあ早速ねドリフトやってみましょう。
はい、場所はね、いつもの山のね、今度はヒルクライムの方ですね。まあ見ての通りね、申し分ない性能がある感じですね。まだコーナー曲がってねえだろって話かもしれないんですけど、まあパワー感で言えばね十分です。もちろんねターボで武装してますけどね、まあトラクションがいまいちかからない感じなので、そのドリフトしながら加速していくとなるとね、まあちょっと厳しいものがあるかなって感じですけど、まあその分ねこういう峠みたいなところには向いてるのかなって感じです。だからそうですね、そういう意味ではフォーミュラードリフトのね車に近いかなっていう感じですね。最近やってるようなねハイパーカーでのドリフトよりは、だから低速でのドリフトに向いてるかなって感じです。まあでも高速に行けなくもないんでね、じわ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 一応加速はできてるんでね、で十分なパワーを得られてるって時点ではね、やっぱりドリフト結構この車向いてると思います。まあね、ちゃんとそこそこのねポテンシャルがあるんでね、まあ大丈夫でしょうというところです。はい、はい、今回はね以上になります。最近はね結構長い動画が続いてたんでね、できれば俺もねこのぐらいでまとめたいとは思ってるんですけどね、喋りたいことをねいろいろ喋ってたらね、なんか一本一本長くなっちゃうんでね、まあできる限りねコンパクトにまとまるように、まあ動画作っていけたらなと思ってますけどね、まあ長くなっちゃってもご了承ください。それではね、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。